背骨の間のことを脊柱管。脊柱管が狭くなっちゃう。麻痺が起きたりとか、感覚障害とか、痺れが起きてきます。これを脊柱管狭窄症というんですね。はい、整体院復科院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは腰痛、膝の痛み、肩の痛みで悩んでいる患者さんに根本的に解決していく方法を紹介する動画になっています。もしあなたが3件以上の整骨院、整体院、病院に行っても全く症状が改善していない、もしくは病院に行っても痛み止め、湿布しか処方されていないのであれば、根本的な痛みの原因を知ってください。それを知ることによって適切な治療を受けることができることによってしっかり改善することができますので、ぜひね、この動画最後に見ていただければと思います。松田さん、はいよ。脊柱管狭窄症出た。あれって何なんですか？ちなみにどんなもんだと思います？脊柱が悪いのかなぐらい。間違えてやない。オッケーオッケー、わかりました。脊柱管狭窄症は、簡単に言ったら、腰の反りすぎから起きてることが多くって、反りすぎとお尻の力が入ってないことが結構原因です。私、腰痛専門整体院でやってて、一番多いのは、やっぱり脊柱管狭窄症なんですよ。で、脊柱管狭窄症って何かっていう、やっぱ独自のね、考え方がちょっとできてきてる部分があって、エビデンス、いわゆるこの科学的に証明されてるっていうものじゃないんですけど、そこも踏まえながら、結局こういうもんだよねってところがあって、大きく2つの原因がある。何かといったら股関節の問題とお尻の問題、ここが原因で脊柱管狭窄症になっていることが多いなと思います。今回じゃあ脊柱管狭窄症を解説しましょうか。はい、ぜひお願いします。いや、やめときます。じゃあ今日の動画は出た。そんなことないよ。脊柱管狭窄症ね、患者さんでもやっぱ多いんですよ。脊柱管狭窄症って診断されたんだけど何か分かんないで、先生に聞いても、ああね、背骨のね、狭くなってるから神経圧迫しちゃってるって言われて、なんか分かんないのよって方結構いらっしゃって、私が説明すると、あ、そういうことですねって。だから手術した方がいいとか手術しない方がいいとかもあるし、一応整形外科学会が出している腰痛診療ガイドの中で、実際に手術をした方がいいものっていうのは全体の 15% しかないっていうふうに言われているものもあります。ってことは20人中3人は手術しないといけないって人、逆に言うと20人中17人は手術しない方がいいよって人たちもたくさんいるんだよってこと。だから全員が私が改善できるわけじゃなくって、病院でしかできないこともあるし、私たちしかできないこともあるって、この2つをぜひ覚えてもらいながら進めていきたいなと思いますので、本当に脊柱管狭窄症何か分かんないっていう人だったりとかすれば、ぜひこの動画を見ることによってもうがっつり分かりますので、ぜひね、最後見てください。はい、じゃあですね、脊柱管狭窄症を解説していきたいと思います。脊柱管狭窄症って何なのかって言ったら、まずは背骨の解剖というかね、知りましょう。基本的には背骨ってこんな風に頸椎、胸椎、腰椎ってありまして、首の骨、胸の骨、腰の骨って3つあります。で、上から頸椎が7つ、胸椎が12個、そして腰椎が5個、計24個の背骨があるんですよ。その中で背骨の構造でいうと、こんな風に形としては椎体っていうものと、横に凹凸起があって上に棘突起があるっていう状態。脊柱管狭窄症ってこの椎体と凹凸起と棘突起のど真ん中にある空洞のことなんですよ。で、この空洞って何が走ってるのかって言ったら、ここなんですよね。ここ何かって言ったら、脳みそがここにありますね。脳みそがあって頭蓋骨に囲まれてるんですけど、脳みそが指示系統なんですよね。神経の指示系統、これは足動かせ、手動かせって言ってるんですよ。で、この手動かせ、足動かせっていうのが脳みそから出て手足に動かないといけない。けど手足に行くまでに表層出過ぎたら傷がついちゃうかもしれない、神経が。だから傷がつかないように大事に大事に守りながら末梢、手足まで運んでいきます。その脳みそから出たばっかりのところが走っている、それがこの背骨の中の空洞なんですよ。この骨で守られた環境の周りの中を通ってくるんです、ぐーっと。で、ここの背骨の中を通ってきてって状態ですね。その通り道、神経の通り道のことを脊柱管と言います。ただね、脊柱管っていうのは骨の間にある空洞なんで、硬い骨に囲まれてるただの空洞なんですよ。ってことは背骨がこうやってくっつきますよね、上にトントントンって。ですると何が起きるかっていうと、反ってる場所もあれば曲がってる場所もあるんですよ。ってなると、これが若干こんな風にずれるんですよ。普通であれば私の目見えますよね、これ。ここにまっすぐ来れば目が見えるんですよ。で、またまっすぐ来れば目が見えて見えて見えてって状態になります。ですけど、ここから例えばずれた状態が起きてくると、ちょっと目が見えにくくなるんですよね。ちょっと中が狭くなりますね。狭くなると神経を圧迫して
したりとかして麻痺が起きたりとか感覚障害とかしびれが起きてきます。背骨の間のことを脊柱管、脊柱管が狭くなっちゃう、これを脊柱管狭窄症というんですね。っていうのがまずは脊柱管狭窄症って何なのって話ですね。じゃあこの脊柱管狭窄症なんで起きるのかって話です。世界一わかりやすく説明しますからね。私も患者さんに説明して毎回そういうことですねって、これ説明されれば意味が分かりましたって言われることめちゃくちゃ多いんで、もう絶対見てくださいね。脊柱管狭窄症の原因としては大きく2つ、背骨がずれちゃう原因を探せばいいんですよ。で、特に腰で起きますよね。腰ってじゃあどんな風に背骨と背骨ずれますか。これは丸くなるか伸びるかで言ったら圧倒的に反る方が多いんですよ。反りすぎてて空洞が狭くなってますってことですよね。いわゆる反り腰みたいな姿勢のことが圧倒的に多いのよ。じゃあこの反りすぎてる状態になるには何があるのかっていうと大きく2つです。まず何かって言ったら、この腰の土台にある骨盤が前傾しちゃうってことですね。前傾しちゃうと腰が反るんですよ。逆に言うと骨盤が後傾するっていうんですね。この後ろ側に行く状態になるとこれまっすぐなるんですよ。背骨が土台の動き次第で反ったり曲がったりが起きるってことで、どっちが反りますかって言ったら骨盤が前傾する方、こっち側の方が基本的には反りますよね。じゃあ骨盤が前傾するのはなんでか、これがいわゆるここの下についている股関節っていうところになります。股関節が曲がった状態になってるとイコール骨盤が前傾した状態になります。そうすると、ああ顔が真下に行っちゃう、よいしょ、起こそうとして腰が反ります。腰が反ると脊柱管が狭くなります。狭くなるとしびれが出ます。痛みが出ます。これを何というか脊柱管狭窄症ですね。股関節が曲がりっぱなし、伸びなくなってるっていう、股関節の伸展制限ってやつが一番まずは原因になります。で、股関節の前側が硬くなっちゃってて後ろ側に伸ばせなくなってるので、この伸ばすってやつをやっていくことだけで結構脊柱管狭窄症改善する方多いです。手術って言われた人でさえも結構骨盤の調整をしてあげるだけで全然改善する人はいるなーっていうのはぜひ感じます。たださっき言ったみたいに全員が全員ではないってことはぜひ覚えてください。そしてそれが1つ目、まだあるのってなんですけど、もう1つあるんですよ。何かって言ったらお尻の筋肉です。お尻の筋肉が効いていないと脊柱管狭窄症になります。で、何かって言ったら背骨がずれるって話でしょ。背骨がずれるんでこんな状態になるんですよ。で、何かって言ったら3番目、 1,2,3 番目の骨だったりが前にずれるんですよ。こんな滑ってくる状態ね。よく言うこの滑りの状態なんですけど、私が印象で見てて思うのは滑ることはほぼほぼないです。なんでか、前側に滑るんだったら中国雑技団の人たちってめっちゃ反るじゃないですか。あの人たちも滑り症だらけですよ。脊柱管狭窄症だらけになってます。でもそんなこと起きないじゃないですか。やるたびに腰がしびれてますなんて中国雑技団の人いないでしょ。何かって言ったら前に滑るのは強いんですよ。腰ってそもそも反るから。ただ反るんじゃなくて、これって前側に体重がかかってきて反りやすい状態が起きたところに足を、人間ってつきますよね。足をつくと足をついた力ってこうやってパワーが上に上がってくるんですよ。上に上がってくるとこうなるんですよね。力が入ってないと。本当はお尻の力が入ってると止めれます、骨盤を。けど止めれないとこう抜けちゃうんですよ。いわゆる骨盤が後ろに持ってかれる。でも体は前に行こうとする。そうするとここでこの力が加わる。腰の骨が前に行く状態とお尻の骨が後ろに持ってかれるって状態、そうするとズレが起きる。いわゆるそれが前側に滑ってる状態に近いですね。 L さんが前に飛び出てる状態、中の空洞が狭くなってる状態、そうすると神経圧迫する、いわゆる脊柱管狭窄症が起きるね。もう一回言いますよ。脊柱管狭窄症の原因はまず股関節が屈曲してる、後ろに反れない状態が起きて骨盤が前傾しちゃってる、そうすることで腰が反っちゃってる、そういうことで神経圧迫して脊柱管狭窄症が起きてます。これがまず1つ目。プラスアルファその状態で歩こうとするとお尻の筋肉が入ってない状態になると骨盤が後ろに持ってかれる、骨盤は前に行こうとする、この前に行こうとするパワーと後ろに行こうとするパワーが加わってずれる、ずれると脊柱管を圧迫する、狭窄症になってくる、そうするとしびれ痛みになってくる。これが何かって言ったら歩くたびに5分ぐらいでしびれが出て休むと楽になる、これが間欠性跛行って言って脊柱管狭窄症で一番起きる症状です。だ、大事なポイントはお尻の筋肉と股関節の可動性、この2つをしっかり改善できることで、私が実際に脊柱管狭窄症の人結構数な改善してきています。全員ではないですよ。ですけど手術って言われた人でも改善したこともあるし、これに関しては徒手でやっていける範囲ってのは結構広いかなと思います。ただもう一回言います、全員ではないです。ただ悩んでるんだったら一回整体に来て話聞いてみてもいいと思います。で、大事なポイントはね、原因を知っていること、メカニズムを知っていること、原因を見つけて原因治療していく。私の整体院はしっかり原因を見つけることですごくフォーカスしてます。ですけど一回で治るとは絶対言いません。なんでかって言ったら時間かかります。なんでか、脊柱管狭窄症の原因が何なのか、どこまで筋肉が弱いのか、そして最終的に筋肉の力まで出ていかないといけない。
ない。じゃあ筋肉今日鍛えて足はムキムキになってますか。そんなことないのよ。ちゃんと筋肉って2ヶ月とか3ヶ月かかるんですよ。1回じゃ改善できない。だからちゃんとこれぐらいの回数通っていただければここまで持っていけますってのはしっかり説明できます。だから本当にねこれ見てるあなたがしっかり原因を見つけて痛みを改善していきたい、痛みをねおさらばしてしっかりやる、自分がやりたいことをやっていきたい、そんなね人であればぜひねこの動画を見ていただいて、整体復活ってね全国やってます。北海道から千葉、大阪、福岡、静岡どんどん全国やってますので、もし気になる人がいれば概要欄の方に貼っておくので、そちらの方からぜひねあの店舗の方チェックして予約してみてください。オンラインの予約もしくは電話の予約になってますので、ぜひどちらかの予約してみてください。あとですね、今日の話良かったりとか参考になったなと思えばぜひねチャンネル登録していただくとすごく嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。あとですね、今日の話の中でこんなことがすごく学びになっただったりとか、こんなことを学んでみたいってことがあればぜひですねコメント欄高評価いただけるとすごく嬉しいです。はい、ということでね、今日はこれ脊柱管狭窄症の話させてもらいましたけど、自分で言うのもなんですけど分かりやすかったと思います。しっかりねこれを落とし込んで自分の原因が何なのか見つけてみてください。原因を見つけて治療する、これをしっかり意識してやってみてください。では今日はここで終わっていきましょう。今日も動画を見ていただきどうもありがとうございました。また見てください。